駄なことだ。ナルトが回復中でキュービがチャクラ練り込み中だ。今は俺らの番だぜ、B。最終変化一歩手前だ。よく引け、B。最終変化までさせたら俺たちの負けだ。ここで楽しみを前にして一度バラバラにならざるを得んとはな。十尾が手加減なしとは。どんどんでかくなってやがるぜ。ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ。俺は私たちを仲間だと心底思い知らせてくれてるってことよ。仲間、仲間だ、仲間だ、仲間だ。みんな俺とつなげてほしい人がいる。キツシさん、聞いてくれ。岩隠れの忍び以外にもできる簡単な道と障壁忍術の意味を教えてくれ。もちろん岩隠れの皆さんにはすげえ壁を作ってもらうつもりっすけど、もうその後から次々作り続ければ盾になる。強い壁で止めるというより弱い壁で勢いを殺し続ける。なるほど、やってみる価値はあるかもしれんな。 B さんだ。あれの軌道を上へ変えてほしい。できるだけ美獣玉をぶつけて、スミヤ、俺とこの戦場にいる全ての忍びをつなげてくれ。何をしろ。終わりだ。この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。思ったより強いぞ。このままでは。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。遅かったか。誰が、誰の。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。十尾の攻撃を海へ飛ばしたからだよ。爆発に備えて。こんなのあり。文句言うな。こんなもんで済んでラッキーだぜ。あなたは。安心して、君たちの味方だよ。ナルトを回復してくれてありがとう。君はナルトの彼女かな。まあそんな感じ。あんたは黙ってなさい。クシナに少し似てるかなこの子。息子をお手柔らかに願います。そろそろ他にも。三代目ホカゲ様。ミナト、相変わらず早いの。これってよし始めるぞ。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。まだまだ造営いるんだけども、ちょい遅れてるみてえだな。しかし一体誰が江戸天聖を。オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。待っていたぞ柱だ。お前は後。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達もじきに来る。彼も味方だよ。あいつがこっち走ってきてるし。木陰たち、行くぞ。これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、ミナトはこのわしを分けてでも封印しきった男だ。式封じ、先手を打つのも早いのう。消えた。
ラスの忍びが4人いないとできん結界だ。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん、なんで？さくらか。てめえ何しに来やがった。なんでサスケくんがここに。相変わらずやかましい奴らだ。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がおかげになる。お前に何があったか知らねえが、ありえねえんだよそんなこと。ご無沙汰抜け人がいきなり帰ってきてギャグかましてんじゃねえぞ。おかげになった者が皆に認められるんじゃ、皆から認められた者がおかげになるんだ。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がおかげになり里を変える。おかげになるのは俺だってばよ。さくらちゃん、回復ありがとう。今度はさくらちゃんが休んでくれ。行くぞサスケ。三人の綱手様だけ弟子の鍛え方が下手なわけないでしょ。もう少しなの。もう少しで溜まりきる。本当の力がやっと出せる。よっしゃ、第七班ここに復活だってばよ。この感じも中忍試験以来だし。認めたくはねえが、どうあれ目の前の敵を倒すのに協力するってんなら今は仕方ねえ。俺らの力見せてやるってばよ。ちょい待ち、またあれだ。さて結界を破る気だ。先代の皆さん、気合を入れ直して備えてください。初代様たちって本当にすごい人たちだったのね。口だけではないようだな。木遁、木分身の術。マダラ、待たせたな。いや、分身ではつまらぬ。本体が出張るまで。ひらむな。綱以上かもしれんな。二度と、もう二度と、二度と桜ちゃんに歯向かうのはよぞ。塵にされる。空遁、遁遁、羅刹手裏剣。うっち。ナルトのやつ、螺旋丸の性質変化までちゃんと。俺だって真術開発してたんだっつーの、ナルト。影分身の術。影分身だ。たった一人増えただけじゃねえか。昔の俺の方がまだ。塚流神獣混合変幻三刀路。飛大騎よしくい。ナルト君の横にずっといたいんだもの。だからいつだって一歩でも前へ。感知伝伝。肉弾ヨーヨー。みんなが深手を負っても常にそばにいて回復してあげられる。今の私なら一気にジャンプして近づける上に攻撃も弾く力もあんぜ。こいつなぎ払い、すり抜ける。何の操作もない。口寄せは十分。